开心哦，居然可以在东京电玩展的会场呢遇到知名的游戏音乐制作人修塔。那他除了呢是游戏音乐的制作人之外呢，也是 VGO 的制作人。那我们很高兴可以利用这个机会呢，就是跟他做一段小小的访谈。那可能就是荧幕前的朋友对他不是那么的熟悉，那就是我会请他稍微做一段小小的自我介绍，然后顺便呢也跟大家说明一下什么是 VGO。はい、僕の名前は仲間翔太と言います。僕はボストンに住んでいて、それで、ビデオゲームオーケストラっていうロックバンドとオーケストラと合唱を融合させて、大体120人ぐらいで、ゲーム音楽、僕が編曲したゲーム音楽を演奏している、団体をプロデュースしています。因为修塔呢，他有制作《雷光归来》的游戏配乐，然后所以想要问他，就是对于就是制作游戏配乐的热情还有想法。ライトニングダンスはもう最初は、作曲者の浜内正さんから連絡いただいて、それで、うちらに編曲と録音をやってくれないかって話をいただいたんで、それで僕の方で編曲をして、VGO の方で、ボストンの方で、オーケストラと合唱を全部録音して。それで、ディレクションの方とかも僕が現場ではやって、それで全部ちょうど終わったところで、結構かなり出来はいいので、すごくなんかファイナルファンタジー的な音になってるし、やっぱすごい迫力ある壮大な感じだから、ぜひみんなに聞いてほしいですね。其实我们就是 VGO 明年一月的时候呢，会在台湾开一个演奏会，然后想说就是在可不可以在这里小小的透露一下，就是明年的演奏会可能会有带给观众什么样的感觉或者是什么惊喜呢？台湾のコンサートに関しては、これはもうもちろんうちらが初めて台湾でのコンサートだから、うちらのから人気のある曲とか、あとまだ誰も聞いたことないような感じの台湾ですごい人気ある曲とかをやろうと思っていて、うちの方からロックバンド、とソリスト10名ぐらい出てきて、それで台湾のオーケストラと合唱と共演して、大体130人ぐらいかなのステージになる予定で、これはすごくみんなが楽しめるコンサートだと思うし、今やろうと思って予定の曲はもちろんなんかスクエニだったとか、ヘイローとかソニーの曲だったりとか、いろいろあるんだけど、必ずみんな楽しめるコンサートになるから、ぜひ来てほしいね。よろしく。那是我们呢就要请修塔，就是对大家来说一些话，这样子。じゃあコンサートにね、みんな来て、VGO が何なのかっていうのとか、僕らが何ができるのかっていうのをね、すごい見てほしい。で、うちらは本当に誰もやってないことができるし、ゲームのコンサートでも多分一番人々を楽しませる自信があるから、それはぜひ見に来て発見してほしい。よろしく。谢谢，谢谢。